おはようございます、今日の役員連絡会ですが、まず小村副総裁からご挨拶をいただいて、ここは頭取りで皆さん入っておられたと思いますが、地方創生委員会が設置されたと。でやはり地方のやる気と知恵を引き出していくように審議をやっていこうと、いう趣旨のことを言われました。それから私はですね、私からは予算委員会も終わって、これから各法案の審議に入っていくと。それで、昨日もぶら下がりでもちょっと申し上げましたが、予算委員会の審議を通じて総理も特に経済景気対策について、丁寧に説明していこうということをおっしゃって、私も全く同感である。だからそういう今後の審議を通じてですね、国民の理解が深まっていくような努力をしようということを申し上げました。あとは国対委員長から、衆参国対委員長から当面の国会の報告等々、それから、茂木選対委員長から、選挙の今のいくつかの状況についての報告というようなことが、ございました。総じて言えば以上のようなことになります。質問のある方はどうぞ。テレビ東京会です。はい、ノーベル平和賞の発表がもう間もなく迫っているんですけども、日本時間で今日夕方頃です。日本国憲法の9条が海外の団体等から平和賞受賞をですね、有力視されているこの現状についてどうお考えになりますか。私ノーベル賞の選考にはあまり明るくありませんので、予想は適切な予想なのか適切でないのか全く分かりませんので、コメントは控えたいと。それから、今晩発表ということであれば、それまで当たらないかもしれない予想を申し上げるのも控えたいと思います。こういうですね、9条が海外からですね、平和賞を受賞してほしいという要望というか、希望的観測ではあると思いますけれども、そういったことを見られているということが、憲法改正の議論に影響というのはあると思いますか。これはむしろ結果が出てから申し上げた方がいいのかもしれませんが、私はこの議論はですね、私も海外の政治家や VIP と言われるような方々との会談というのは何回か経験をいたしましたが、日本が敗戦の後ですね、平和的に日本が戦争もせずにですね、ここまでの経済的な達成も成し遂げただけではなくですね、国際貢献等々、例えば人間の安全保障という概念が定着するのにですね、大きなリーダーシップを発揮したのは日本ですね。そういうようなことに対する国際的な評価は私は非常に高いものがあると思っております。ですからこの間もですね、ニュージーランドでしたか、オーストラリアの首相がですね、日本は70年前の行動で判断されるべきではなくて現在の行動で判断すべきだということをおっしゃった。やはりそういう戦後の日本の歩み全体に対する評価に国際的には非常に高いものがある。私はそのことを感じております。でまたそのことも誇りに思っているわけでありまして、結論が出ないうちにこういうことを申し上げるのは適切ではないかもしれませんけど、これ以上は申し上げるのは控えます。もう文章したいというよりかは、もう戦後の歩みそのもの全体っていうか、結論も出ないうちにですね、食べをロースするのはいささか僭越だと、こういうことですね。よろしいですか。はい、東京新聞の高橋と申します。幹事長、この末にですね、目の手術をされましたけれども、
その後の経過、感触はいかがかなという点でいうと、ここまでメガネをつけたり外されたりということが結構続いてたなと思うんですけど、最終的にはつけられるという方向で収まっていらっしゃるのかというと術後経過は順調でございまして、ありがたいと思っております。で、当初はね、要するに手術しますといっても細かに申し上げてもなんですが、手術しますとやっぱり数ヶ月なんていうか目の状況は安定しないから、メガネを、その適したメガネを作っても取っ替えなきゃいけないということでですね、暫定的なメガネは作っておりましたけど、これから先をあれしての、できたばかりですので、まだ立ち振る舞いが安定していないわけでございます。はい、どうぞ。それはやはり消費税をどうこうするというのは極めて大きな問題ですね。今までの流れをご覧に なってるんですよ。それはその感染的直線的にいろいろな物事が直ちに動いていくほど簡単な問題ではありませんから、いろんな議論があるのはこれはある意味では当然のことだろうと思います。はい、ただその自民党としましては非常に長い間増税の議論を重ねてきて、消費税の議論を重ねてきて結論を出したというのがあるんですけれども、判断が近づくにつれて、ありがたいというふうに、ある意味ではこの消費税をめぐる議論ですね、論点はある意味で常に同じなんです。する前にやることがある、増税する前にやることがあるだろうというような議論が、基本的な議論、それだけでは、必要かもしれないけれど、経済の構成をよく見ることがちょっと必要だけども、いつも議論大体同じことを巡って議論しているわけです。もちろんその時その時の状況が違いますからね。ついでに申しますと、その経済とか景気の問題もですね、いわゆる成長政策を取った時の論点もほぼ同じでございまして、成長していく時に全部が底上げをしていくか、早く伸びていく人となかなか伸びられない人の間で格差が拡散していくか、もう常に論点はそういうところにある。ついでに言えば安全保障問題もですね、常に論点は巻き込まれるのじゃないかっていう論点なんですね。だから、つまりこういうもちろんそう単純化してもいけないんですが、こういう問題はその議論はある意味では議論のパターンは同じなんですが、その時直面している状況は違いますから、我々はそういうつまり懸念は同じだということです。成長政策を取ればその成長政策についていけないものがあるのではないか、増税すると経済に悪影響を与えるのではなかろうか、増税によってものすごく負担感を持つ人があるのではないかとか、懸念はもうほとんど共通と言っていいと思います。しかし状況はそれぞれだ。だから我々はそういう状況をよく見て、そういう懸念を払拭していく努力をしなきゃいかんということだろうと思います。はい、どうぞ。これが日韓関係に与える影響ですとか、通して日韓関係の改善に向けた動きがあると思うんですけども、その動きに与える影響についてどう考えでしょうか。私はやはり日本のですね、法制度、法的感覚からしてみるとですね、相当これは違和感のある決定だろうと思います。したがいまして、違和感があるということは必ずしもというかプラスの面、日韓関係に与えるプラスの面が
あるとは思えないということとほぼ同意ですね。まあ、あの基本的にそんなふうに。党としての改善に向けた動きに関しては、まあ、これはあのお隣の国ですからね。それからまあ一つこういう起訴するかしないかというのはまさにその国の国家権力と申しますかね、そのものですから、あのなかなかどういうことができるかというのはあまり簡単な問題ではありません。あのいろんな形であの日韓関係今いろいろ問題もありますから、しこりをあの解いていかなきゃならないですけど、まあ、これも一つ非常に難しいものでしたということではないでしょうか。よろしいですか。私の法務大臣の件なんですけどね、法務大臣についてはの動画からも声が上がっています。あの民宿舎の件などあの動画からも、まあ、自分まであの批判の声が上がっているんですけども、これまでの松島大臣の説明をあの聞いてきて、前法務大臣として、また幹事長の立場として、どのようにお考えか。前法務大臣として申し上げることはないんですが、ただ、あの手続き的に言うと、あのこれは議運の処務省委員会で、判断をするということですから、その手続きは取っているということだとあの思います。今までのいろいろな経緯の説明があったと思いますけど、それについてはどのようにですか。確かにですね、閣僚になりますとですね、あの僕以上にご迷惑かけるということがやっぱりないわけじゃないと思います。あの私もあの皆さん時々我が家にあの来ていただきますが、あのお迎えのお家や奥のお家の方々がちょっと出勤の際に若干ご迷惑になったかなと思わないでもないですね。それからやはり閣僚をやりますと、やはり規則な生活だったり、あの朝早く夜遅くということもありますからね、若干遠いところに住んでいると負担に感じることもあのございます。それから過去を見ますとですね、東京都内でもやはり官邸までの距離、あるいは役所までの時間距離というのは様々ですから、あの急に呼び出しが起こったときなかなか、まあ、私世田谷に住んでますから、一番最初のアルジェリア の問題が起きましたときね、あのやっぱり官邸間に合わなくてですね、遅れたことがございました。だから、まあ、あの近いところに今日構えたいという気持ちはわからないわけでもないという思いもあります。あの思いもありますが、まあ、それ以上あの申し上げます。差し控えを迎えております。地元のです、ね、マンションに今帰っていたということに関して野党側から批判が上がっている、まあ、その辺はなかなか難しいんじゃないでしょうか。つまり今私の申し上げたようなところから言いますとね、呼び出された時にすぐ行けるようにしたい。だけどじゃあさあさりながら、あの人間いつでもあのおっとり刀で飛び出せるような状況にしとけと言われればそれまでですが、なかなかそれもたまにはあの私なんかもね、あのたまに選挙区の自宅に帰りますとホッとするということもまああります。あのまあそういうあんまりあのいろいろご質問ですので、ついつい情緒的なことを申し上げて論理的なことを あんまりしてないなと思いますが、なかなかまあそういうようなことがもろもろあるんじゃないですか。